島を作るのは私たちです。福島県の中学生による力強い言葉。福島の未来は若者たちのチャレンジそのものです。2011年3月11日、福島県は東日本大震災、そして東京電力福島第一原発による原子力災害で甚大な被害を受けました。あの日から4年、県内の放射線の空間線量は2011年4月時点に比べかなり下がってきています。住宅や農地、道路など生活に関わる場所の除染活動を続けています。世界の各地と比較しても放射線量が変わらないところが多くなりました。復興を加速し、日常生活を送る上でも重要なインフラの整備も進んでいます。特に浜通り地方の復興や生活に欠かせない道路、国道6号線は2014年9月に全線復旧。常磐自動車道は2015年3月に全線開通を果たしました。人や物の流れが大きく変わる。復興のさらなる加速が期待されています。また地域と地域を結ぶ生活や復興に必要な道路、復興再生道路8路線も急ピッチで整備しています。食の安全性を確保する取り組みも進められています。米の全量全袋検査、野菜や魚などのモニタリング検査を県内全域で実施、安全性が確保された食品のみが出荷されています。2014年度は米をはじめ野菜、果実、畜産物で基準値を超えるものはゼロとなりました。結果はホームページで公表しています。また自分で育てた野菜などの検査も県内全市町村で行っています。福島県は原子力に依存しない社会を作るため、再生可能エネルギー先駆けの地を目指しています。福島再生可能エネルギー研究所や海外の先進的な研究機関などと連携を深め、再生可能エネルギー関連産業の集積に向けた取り組みを進めています。自然豊かで広大な面積を誇る福島県の特徴を生かし、太陽光発電、地中熱発電、バイオマス発電、風力発電を進めています。また楢葉町の太平洋沖およそ20キロに世界最大級の浮体式洋上風力発電システム福島未来を設置、世界でも類を見ない大規模な実証実験が福島から始まっています。福島県はロボット産業革命の地を目指し、ロボット研究開発の最先端地域となるイノベーションコースト構想を政府と連携し進めています。人の動きや力をサポートするロボットや原発の廃炉作業に必要なロボット、大規模災害が起きた時に救助や復旧を進めるロボットなどの開発が進められています。大地震、津波、原発事故という大災害を経験した福島県だからこそ、ロボット技術の向上、発展、産業の集積が可能なのです。それらを幅広い産業分野に利用することで、浜通り地方、さらには福島県の未来を切り開いていきます。福島県の輝く未来を切り開くため、次世代を担う人材育成に向けた新たな取り組みも始まっています。
震災で大きな被害を受けた双葉郡に、中高一貫教育で特色ある独自のカリキュラムを持つ学校、県立双葉未来学園高校が開校しました。日々新しいことにチャレンジする若者たちの姿は、福島の夢であり希望です。福島の若者は福島の未来を切り開いていきます。福島が始めよう。東日本大震災から5年目を迎え、復興に向け私たちは一歩一歩前に進んでいます。しかしながら、原発事故の収束にはまだ多くの時間を必要とし、風評や風化という目に見えない困難も立ちはだかっています。それでも県民の皆さんの懸命な努力と多くの方々からのご支援のおかげで、福島を照らす光は少しずつ大きくなってきました。改めて心から感謝を申し上げます。福島の復興は新たなステージに進もうとしています。その歩みをより確かなものにするため、私たち一人一人が未来に向かって挑戦を始めています。どんな時も希望を持つ、そんな大人になりたいです。今日この場で多くの仲間の思いを聞きました。私は明るい未来を信じます。私の目標は福島の教師になることと、福島で生きていくことです。こうした若い人たちをはじめ、県民の皆さん、また本県に心を寄せる全ての方々と力を合わせて、多くの課題に果敢にチャレンジし、福島の明るい未来を切り開いてまいりましょう。福島からチャレンジ始めよう。